那覇空港。はい、さい、雪だるまです。今回はね、滞在5日目かな、4日目かな、まあそれぐらいなんですけれども、美味しいご飯食べたいなということで、ボスおすすめの沖縄のお蕎麦を食べに行こうと思います。はい、到着しました。沖縄に来てのなにわそば。ここのね、美味しい関西そばを今日はじっくり食べたいと思います。行きましょう。こんにちは。後ろの壁にもびっしり、めっちゃうまそう。沖縄ソーキそばではありません。セットでお稲荷。では、いただきます。わあ、うまそう。うまそう。ここにね、関西だと、やっぱこの天かすが関西人は最高。月見もめちゃくちゃうまい。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。トロトロの黄身とだしとのこうマリアージュっていうのか、フュージョンっていうの、マリアージュ、フュージョン、そんな感じの。なりはもうめっちゃうまいよ。もう皮しっとりで、これめっちゃ美味しいよね。なんか美味しいね。ね、甘辛でね。確かにね。食べる。絶対一緒に食べた方がいいです。そばと。間違いないんで。星三つです。で、星五つの中で。いや、ちゃ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 。最大三つのうちの三つ。あ、三つの使います。だから星五つやったら三つですね。星五つです。あ、五つ。やっぱり最大の美味しい。あんまり沖縄で食べれるような味じゃないそばをここで食べれるっていうのが、ここのお店のいいところやと思う。はい、最高に美味しかったです。はい、ボス、お蕎麦食べましたね。お腹いっぱいになりましたが、ちょっとスタバで一休憩だけして、今からね、この、国際通り沿いの商店街を抜けて、八千文通りの方に向かおうと思います。行きましょう。今日は祝日やからちょっとお店が閉まってるね。提灯がめっちゃついてる。提灯が。涼しいしね。この提灯の感じがいいな。綺麗な、この上の提灯が。提灯ちゃうか、ランプ。綺麗ね。ランタンか。今日はちょっと閉まってるお店が多いけどね、祝日やから。いつももっと賑わってます。まあ個人的にはこれぐらい空いてる方が動きやすくて好きかな。はい、やってきました、八千文通り。ドドン。商店街を抜けると、この壺屋というところにやってきます。この壺屋が通称八千文通りという、焼き物がたくさん置いてある通りになります。つぼや八千文通り。ここかわいいですよ、めっちゃ。ここの器が大きくて。
お、ボス。どうでしたか、八幡通りは。相変わらず。かなりね、いろんな店見て、焼き物も買いましたね。テンションちょっと低いですね。低いかな。もう多分この暑さにやられてるね。さっきな、焼き物屋さんの店主の話聞いてたけど、もう地元の人でも、もう、うだる？うだつっていうの？うだつ？根を上げるような暑さらしい。この2、3日。ちょっとさすがに地元民じゃない僕はもう、やられちゃいました。まあでもね、いろいろ見て楽しめたんで、こんなもんでどうでしょうか。じゃあちょっとホテルの方戻りましょうか。で、一旦整えて、首里城の方か、に行きましょうかね。ありがとうございます。ヨナ・サルーテさんです。上がり肉のソテー、赤ワインとジョマスタードソース仕立て、イカと明太子のクリームソース。今回はここまでです。今日はね、公設市場でエンディングを迎えさせていただきます。いかがでしたでしょうか。皆さんにね、沖縄の魅力がちょっとでも伝わってたらいいなと思います。ありがとうございました。それでは。